ハロルド・リン・ロブレは、アメリカ合衆国の政治家。所属政党は、共和党。アメリカ合衆国下院議員、サウスダコタ州上院議員。ロブレは1904年1月30日に、サウスダコタ州トロントで生まれた。聖オラフ大学を経て、サウスダコタ大学ロースクールを卒業し、ホーム博士を取得した。大学を卒業した1927年に、 卒業証書特権で弁護士資格を得て、サウスダコタ州、ヘイティで開業。ハムリン郡集権時、コディントン郡ウォータータウンの集権時として活動した、ほか、州農業委員会の委員長としても活躍した。1941年から1944年まで、サウスダコタ州上院議員を務めた後、サウスダコタ州共和党の委員長に就任した。1948年、 共和党員として連邦会院議員選挙に出馬し民主党のマートン・タイスを破って当選を果たした。5戦目を目指した1956年選挙で民主党のジョージ・マクガバンに敗れ政界から離れた。ラブレはメリーランド州シルバースプリングに移って個人の弁護士事務所を開業した。1972年1月17日。 シルバースプリング郊外のナーシングホームでガンのため亡くなった。遺骨はメリーランド州ロックビルのパークローン記念公園に埋葬された。ありがとうございます。